のどかな風景だということで、今回もですね、曲がり金小学校にやってきました。前回来た時はまだプレイオープンだったんですけど、今日10月16日ついに正式オープンということで、この廃校になった小学校の体育館の中にできたスケートパークでスケボーをやっていきたいなと思います。で、今日はですね、それだけじゃなくて、この小学校全体を使って地域のお祭りもあっていて、それから東京からですね、ゲストスケーターが3人来てます。今日はみんなとセッションしながら一日楽しんでいきたいと思います。で、そろそろ祭りも始まりそうなんで、今から現場に向かいたいと思います。行ってみましょう。岩さん、はい、パークオープンおめでとうございます。ついにグランドオープンってやつですか。やってきました。セクションも前回来た時よりも増えてるんですよね。増やしたのと、位置関係を増やして2人合わせたんで、あ、ボックスがある。横溝太一プロがウィニーボックスあると嬉しいなって言ったんで。確かに。あ、太一さんお久しぶりです。今日はよろしくお願いします。僕が全日本出た時にも太一さんはゴリゴリ1位2位を蔡さんと争ってた B7 のあのね、争ってんだけど大概3位に1取られて今日はゲストスケーターがあと2人、渡辺兄弟が来てるってことなんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。で、今日はどんな感じなんですか。デモとかがあるんですよね。そうですね、デモあって、はい、若手2人が元気だったら終盤に投げ銭デモやって、はい、頑張ってるプロのを応援する気持ちで少しでも稼いで帰ってこようかな。なるほどね。やばい技決めたらお金をペイするみたいな。過去に分かりました。お願いします。はい、持ってください俺のことも。分かりました前回からパワーアップしたセクションがこれですね。中央のクォーターと、それからこのバンク抜けだったのがボックスが両側についてるんで、バンクから飛んでカーブボックスでトリックができる。面白いですね。そしてフラットバンクの横にクォーターが2面ついていて、メインセクションに入りやすいレイアウトになってます。で、前回ですね、このフェンスの上、グレイススケートショップの横ぐらいからサムネ職人がドロップしたんですけど、今日は若手も来てるし、誰が何をやってくれるか楽しみです。まずですね、最初にですね、カーブスケートパークのですね、代表者の、萩原ギバちゃんです。ギバちゃんの方からですね、挨拶してもらいますので、よろしくお願いします。あ、こんにちは。グランドオープン記念ワントリックいっとかないといけないんじゃないですか。始球式的なもんです、これは。あ、なんかいいかな。さあ、一発目。うわー、2発で決めた。さすがです。今日もよろしくお願いします。やるよ俺は。みんな頑張ろう。こんななんかちょっと締めっぽい日本嫌っすよ。変えましょうよ若い人たちでね。おお、
からの、もう、おお、うーま、イエーヒールマスターやな。ありがとうございます。東京から3名のスケートボーダーがプロスケーターが来ていただいております。ステバークに入れるという、あのとてもいい力のファンクションとなっております。あのマップフリップ
サイン求められてるじゃないですか、ついに。それ鉄平さんやろ、これ俺、これはユウトやね、これ大地さんやね。さあ、サムネ職人の人生初のサインは、ちゃっかり宣伝入れてます。